さあ、ということでジャンパン続いてはこちらでございます。2連そり立つ壁でございます。はい、はい、1つ目ですね。はい、やっぱり大事になってから、2連になったんでしたっけ。そうですね。その前あったんですか。その前は2連ではない。2連ではないですね、はい。2連なんですが、ご存知の1個目は、女性バージョンといって30センチですよ。そうです、はい、30センチあの壁の上が低いんですね、はい、そうですね、はい、はい、でそこから、向こう側に行ってシューって降りて2個目ちょっとご覧いただきましょうか。はい、トリスカベも水輸入なんで、捕まってるのでまだありません。トリスカベももしかしたらありません。女性バージョンだけでやってもらって、いわゆる通常バージョンがねまだ届いてないって。そうなんですね、はい、無事届くといいんですが、はい、何も何つっても密人なんで、とつかやとつくろじゃないですよ。このネタで終わる人だいぶ古い人ですけど、こうやって、はい、2つ目の手続きはまだ届いておらんということでね、もしかしたらこれで終わりかもしれない。そうですね、まあ、一応無事届いたら、はい、ゴール、はい、それでゴールですね。そうですね、はいはい、これ一応あの時間設定があるんでね。そうなんです、まだ決まってないんですけど、何秒になるんでしょう。いやだって五段跳びがまずまだあっちの予選ステージじゃん。はい、ジャンプハンドのトランポリンが2チームじゃん。で取り立つ壁も2チームに来てないので、まあでもあの日本のライジングの初回と同じエリアコースですよね、ほとんど。何秒だっけ。何秒でした。105秒かな、それぐらいでしたね。ああ、でもほらベトナムじゃん、インドネシアの人初めてだからさ。そうなんです。やっぱり105秒でいいかどうかでしょ。うん、とっても秒数気にしてますよね、はい、その割にはできてないというね、はい、できてないというか、まあ、日本から持ってこれなかったんですけどね。まだ税関で捕まってるって。ちょっとまだ分かんないですけどね。一応105秒検討ですかね、はい、そうですね、はい、日本バージョンで105秒。あのさ、はい、こっちの人能力高くない。高いんですよ、思ったより高くて、うん、まあ以前あのベトナムでもそうでしたけど、うん、結構本番になってみると、うん、すごいスピードでクリアする人もいたりとか、はいはいはい、なかなか予想つかないですね、はいはい、ということで、まだちょっと歯抜けですけど、ファーストステージでございました。はい、はいはい、ということでですね、ファーストステージ、ちょっと喉がガラガラしたのかな、うんって言ったんだけど、ファーストステージ、ご覧いただきましたけど、秒数はね105秒検討ということでね、105秒ぐらいが果たしてこう短いのかね、長いのか、何人くらいがクリアできると思う。私もちょっと全然予想がつかないっていうことなんでね、一応200人から100人っていう半分ぐらいっていう難易度設定なんで、まあ、半分ぐらいいけるかな、はい、いけるんじゃないかって、私もそう思ってるらしいんで、僕らの設定が間違ってるかどうか、インドネシアの放送で、確かめていただきたいと思います。ではまた、はい、そういうことです。